長崎クレイソンが主審にボールを蹴りつけます。この行為にはイエローカードが提示され、この日2枚目のカードだったため退場となりました。直前に両チームの選手が激突し、試合は一時中断、岡山のファールとなり、長崎ボールでの再開を待っている間にクレイソンが主審にボールを蹴ったのです。長崎のフリーキックでの再開であったため、長崎クレイソンの行為には疑問が残りました。そんなクレイソンは翌年にシーズン途中で契約解除となるのでした。